大会集会をこれから始めます。今日司会を務めます共同財団法人後援会の中森と申します。よろしくお願いいたします。今日からこの共謀罪に反対する行動が連日行動が始まりました。これから1週間毎日、お昼の行動と座り込みで、院内集会とか夜の集会を含めながら、私たち、市民の声、国会議員の声を政府に突きつけていきたいというふうに考えています。で今日もお昼の行動にお集まりいただきありがとうございました。先週まで法務委員会の院内集会、法務委員会が開かれてました。でも最後に、委員長の解任決議案が出て、まだ今のところそこ議決されてないので委員会はストップしたままです。本来なら今日も委員会パーも、ごめんなさい、パー水金と委員会がありますので、まだストップした状態で、明日もまだ開かれるかどうかまだ未定です。いずれにしても安倍内閣はどうしても今国会でこの共謀罪を成立しようというふうに考えています。で今月中旬にも衆議院を通過というふうに考えているようです。で憲法の改正を2020年を施行するなど本当にとんでもない発言、法務委員会の委員長もそうです、それで彼の法務省もそうですけれど、本当にこんな人たちがこの国の政治を司っていいのかというふうに考えてしまいます。でこの共謀罪ですけれど、この政府がこの根拠にする、新設の根拠にする国際、組織犯罪防止条約の基準ということを言ってますけれど、先日の朝日新聞にもありましたように、立法ガイドを書かれた国連の、アメリカの、研究者の方が、この条約はテロ対策との目的で作られたものではない、全く関係がないということを明言され、証言してくれています。で私たちはやはりこの前回のように共謀罪を何としてでも参議院に送らないためにも、ここ衆議院の段階で、廃案に持ち込めたいというふうに考えています。条約と、テロ対策は何の関係もない、やはりテロ対策というふうに市民の危機をこう煽りながらやっていくということに私たちは反対の声を上げ続けなければいけないし、10年前と違うのは今回はやはりこの共謀罪ができたらどういう社会になるのか、監視社会が作られてしまうということが本当に皆さんの、この何て言うんでしょう、考えというか、その次をどういうふうな社会になるかということを想像したときに、そういうことが一番言われているのではないでしょうか。やはり私たちの動き、運動、すべてを萎縮させてしまう、秘密法に続いて萎縮させてしまう法律を絶対作らせてはならないというふうに考えていますので、ぜひ絶対この衆議院を通させないためにも頑張っていきたいと思います。国会議員の皆さんから発言をいただきます。衆議院議員民進党の横道さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。いよいよ厳しい状況になりまして、今日は夕方本会議が開かれます。で委員長審議が審議されることになってまして、今週の金曜日の審議は大体7時間で予定されていて、来週がどうなるかまだ未定になってます。参考人用とかいろいろありますが、山場に差し掛かっていますので、何としても早めにするためにみんなで力を合わせて頑張りましょう。少しお話しさせていただきたいと思うんですが、安倍総理はこの国会の施政方針演説最初の時にですね、これからの70年、これからの70年、新しい未来に向かって新しい理想を語って社会を進めていこう、そのために憲法改正が必要だという話をいたしました。どうしてこれからの70年と言ったかと言いますと、日本国憲法が施行されて今年で70年なんですね。その前の時代は大日本帝国憲法の時代でした。でこれをちょっと比較してみますと、大日本帝国憲法の時代とその前、明治新で明治政府ができて最初にですね、台湾出兵を行いまして、その後70年近い間に15回兵隊を海外に送ってます。野毛藩事件とかいろいろありました。それから戦争が日清戦争、日露戦争、日中戦争、太平洋戦争と4回あった。4回の戦争と15回の海外出兵を行ったわけです。太平洋戦争だけで310万の日本人が亡くなり、アジアで2000万の人が亡くなったと言われていますから、この時代にどれほど多くの人々が亡くなり殺されたかということですよね。そしてこれだけの戦争を遂行するために必要なことがいくつかありました。その一つはまず教育です。
やっぱり国家のために天皇のために死ぬことのできる人間をいかに育てていくのかということがやっぱり大きな課題だったわけですね。そしてそれに貢献したのが教育勅語だったわけであります。教育勅語は、皆さんもご承知のようにですね、一旦環境あれば義務法に法にと、国家に事変があれば勇気 を持って一心を支えて皇室のために尽くすべしと。でこの教育勅語を解説した教育勅語は演技というのがあります。これによると、臣民はただただ徴兵の発令に従えて己の義務を尽くすのを要す。神聖の男児にあえては国家のために死するより愉快になることなかるべきなり、こういうことは解説としてあります。これが問題なんですよ。で今でもよくですね、教育勅語というのは父母に孝行、兄弟仲良く、夫婦睦まじくというんだからいいんじゃないかと言いますが、よく考えてみると、例えばあの時代は奥さんは離婚の申し立てができなかったわけですよね。要するに主人の言うことを聞けって話ですよ。で子供が仲良くと言ったって、長男が全てを持って相続権を持っていたわけでしょう。長男の言うことを聞けっていうことですよ。そして子は親に孝行ってのは、臣民が天皇を敬い、いざという時は戦争でもして守りなさいというのと同じ考え方なんですね。ですからこの教育勅語を通じている考え方、これはやはり一つは戦争に駆り立てていくための子供を教育した。だから戦後教育は国家の奴隷になった、そうじゃなくて教育は一人一人の人材を、人格を育成することなんだということで教育基本ができたのを安倍政権の時に変えられてしまったわけであります。二つ目はですね、やっぱり戦争は反対する人が出てきます。反対する人が出てきますから、どうしたって治安をどうやって維持してその戦争を抑えるかということが二つ目に大きな問題になるんですね。そしてできたのが治安維持法です。1925年に制定して、最初は1926年にこの治安維持法というのは適用になったわけでございます。目的は何かというとですね、一つは、私有財産制度の廃止を求めること、あるいはもう一つは国体の変革を求めるということで、まあ無政府主義とか共産主義を取り締まるということだったんですが、法律は改正されます。改正されて運用されていくうちに、だん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 拡大をされてですね、いろんなことを取り締まることができるようになりました。この治安維持法の第1号は京都大学学年事件というのは1926年にありまして、学生が30数名逮捕されるんですね。これは別に国体変革とも私有財産制度の廃止ともあまり関係ない、要するに理屈をつけて治安維持法逮捕第1号と、まあ、なったわけでございます。でこの逮捕第1号の中にですね、私の母の一番上の兄が一人入ってまして、慶応大学の学生だったんですが、逮捕されました。でその後戦争に反対して1934年に34歳で品川警察で亡くなりました。ちょうど小林武が亡くなったあの前後の頃ですね。そうやって本当に研究一筋に来たような人たちもですね、そうやって取り締まりの対象になっていったのが治安維持法です。で治安維持法もどん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 改定されながら拡大していってですね、最後いよいよ戦争は本格化していく1941年、1930年代の後半になりますとですね、国体変革の準備行為を行ったと判断したものはみんな検挙されるようになるんですね。準備行為をしたと、今度も共謀罪に回ります。組織的犯罪を計画して準備行為をしたもの、これが対象でしょ。しかしこれだって最近は準備行為をするのは処罰する条件であって、計画して合意しただけで捜査の対象にはなると言ってますから、まあ、結局はどん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 広がっていく。結局治安維持法もそうやって広がっていってですね、教育の関係者、あるいは文化団体、宗教関係というように広がっていったんです。教育でいうと、私は北海道ですが、三浦綾子さんの巡行という小説があります。あれは旭川の学校の先生方が子どもたちにですね、思ったことを書きなさい。じゃあ子供はですね、お父さん戦争に行って寂しいと書いて、これがやっぱり反戦だというわけですね。それから津賀事件というのがありまして、これは釧路なんですけれども、炭鉱がありましたから、好きなように絵を描きなさい、炭鉱労働者の姿を子供が描いたのですね。こういう暗いことを表示して今の社会を批判している。これで逮捕党員がたくさんされてですよ、そして有罪になってるんですから。
文化団体も廃部であるでしょ。つまりは赤くて素晴らしいってやったら、それは共産主義が参加していることだね。菊の花がしぼんだっていう歌を歌ったら、それは天皇家を批判してる。いや、こういう理屈をつけて本当にどん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 いっちゃうんですよ。そうやってやっぱり弾圧をしたということですね。そしてもう一つ、教育と弾圧の体制と、それから情報を公開しないということなんです。隠してしまう。政府に都合のいいことだけ。あのミッドウェー海戦になったら、戦争始まったら次の年ですよ。大敗北を期したのに、みんなあれは大勝利と書いてある。皆さんに一つ今日紹介したいなと思ったのはですね、いわゆる石井太郎っていう人がいるんです。でこれはあの、外務省のですね、アジア局長をやってた人なんですよ。このアジア局長をやってた人が、あの自分の本の中にですね、何を書いてるかというとですね、南京事件のことを報告を受けてですよ、我が民族史上千古の汚点、知らぬは日本国民ばかり、大衆はいわゆる確々たる戦果を来賛するのみであったと、本当に恥ずかしいということが書いてあります。外交官の一生という本がありますので、関心のある方はお読みください。こうやってですね、事実を隠してしまうわけです。今我々が資料要求したら、真っ暗に塗りつぶされた資料しか出てきませんよ。昨日だってそうでしょう。こうやって秘密隠されますから、例えば自衛隊が海外に出ていくのに国会の承認が必要だということになってますけども、資料なんか何もなくて判断しろって判断なんかできようないじゃないですか。そういうような流れの中に安倍政権が来たことをやったことを考えてみるとですよ、国家安全保障会議作って特定秘密保護法ですよ、自衛隊は海外にやるようにして、そして武器は輸出するようにする、それに共謀罪ですよね。共謀罪は密告と盗聴でしょ。こういう社会は今ちょっと紹介した日本国憲法の前の時代の日本の社会の姿なんです。だから共謀罪っていうのはこれ自身非常に大きなものを持ってますが、その背景がないんだということをしっかり我々見つめてですね、もう一度やっぱり歴史をお互いにこう見ながら、これまだまだ長い戦いになります。特に安倍さんは2020年に新しい憲法を施行するなんてバカなこと言ってます。大体総理大臣は憲法で憲法を守る義務があるんですよ。国会の憲法改正は国会だけが発議する権限を持ってるんですよ。本当にひどい男でありまして許せません。みんなと一緒にですね、やっぱり廃案にするためにもっと世論が広がらなくちゃダメだと思ってます。ぜひそのために皆さん方お声をかけていただきましてですね、どん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 広げてあの行こうではありませんか。少し長くなりましたが、ご挨拶に返させていただきます。参議院議員社民党副党首岸間瑞穂さん、よろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。会場いっぱいにあふれ返って座ってらっしゃる人もいて、今日共謀罪、テロ対策と嘘つくな、狙われているのはあなただ、警察による市民監視の実態として、今本当に監視が行われている。だから共謀罪が成立したらこれの100万倍さらにひどくなるぞということで、共謀罪を本当に廃案にしていくために一緒に力を合わせていきたいというふうに思っています。先ほどもありましたが、朝日新聞の5月5日条約対テロ目的ではないと、この、バッサス教授、まさに立法ガイドを書いた人がそう言っています。その通りです。パレルモ条約はテロ対策のものではありません。ですからテロと準備罪、新聞によってはテロ準備罪って書いてるところがあって、こんなもん嘘つくなと本当に言いたいと思います。テロ等の等とは何かと質問収集で聞きました。等とは、テロ、犯罪集団以外の全ての犯罪集団っていう答弁なんですね。だったらテロと非テロ全部じゃんっていう感じなんですが、どこがテロ対策なんだと。テロ対策である犯罪もあるかもしれませんが、関係ないじゃないですか。窃盗だって、いろんな建造物損壊罪だって全部テロと関係ないものも、全部入っている。そして組織犯罪集団には、何の限定もありません。一人だったら成立しないというだけの話であって、組織犯罪集団に過去に犯罪をやっていたとか何の限定もありません。国会で森山副法務大臣がまさに
一般人も対象になりうると答弁しました。それから驚くべきことは、犯罪の嫌疑がある段階で一般人とは言えないという。そしたら全部そうじゃないですか、私一般人と思ってるけど向こうは一般人と思わないかもしれないし、そんなのお前は、組織犯罪を共謀した、ものだってなればトートロジーで何の限定でもありません。で今日この国会連続行動本当に心強く思っています。国会の中で本当に精一杯戦いますが、本当にこれがいろんな人の目に触れて、テロ対策なんて嘘だと、もうとんでもない現代の治安異常だということが広がっていくことに一緒に力を合わせていきたいというふうに思っています。今日たまたまドイツ社民党の人たちが来て、政府の政務官なんですがいろいろ話をして、ね、ところでその国会前でやってるのあれは何ですか。あれはね、共謀罪というのをね廃止しようと思って頑張ってるんですよっていうので、やっぱりいろんな人の目に触れるっていうのはとても大事だというふうに思っています。1968年シカゴ7っていうかアメリカ民主党の党大会で、これが逆に暴動の共謀だとしてシカゴ7、反戦運動やってた人たちが、裁判にかけられます。ブラックパンサーやヒッピーやラジカル学生組織などなんですね。で裁判では無罪になります。弁護士は、思考、考えること、これを表現することにつながることを憲法で取り締まることは憲法違反だ、法律で取り締まることは憲法違反だと言って無罪になります。でシカゴ7の有名な言葉があります。戦争を止めるという共謀があるのであればその共謀に参加をしなければならないというものです。だから私たちは2020年に憲法9条を書いて施行するっていう、こういう安倍政治を止めていこうではありませんか。この止めるという共謀に参加をしなければなりません。平和を作るという共謀に参加をしなければなりません。そして共謀罪と安倍内閣を一日も早く葬り去っていくために一緒に力を合わせていきたいと思っています。まさに、市民監視の実態が、先取りをしているわけですが、沖縄では医療業妨害罪で、山城宏一さんが152日間、逮捕拘留され、そして保釈になりました。座り込みしよう、ブロックを積もうと言っただけで、共謀で話し合っただけで犯罪が成立するのであれば、本当に私たちは様々な運動を、していくことはできません。どうか今私たちは先取りされている一般人もそして運動する人間もまさに一網打尽で叩くためにこの法案作ろうとする安倍政治を許さない、共謀罪廃案のために一緒に力を合わせていきます。よろしくお願いします。日本ペンクラブ言論表現委員会の篠田さんがちょっとお時間の都合で2時までにここを出なければならないということで先に篠田さんに発言をいただきます。篠田さんよろしくお願いいたします。すみませんね、共産党の方、ちょっと出なくちゃいけないので日本ペンクラブの弁論表現委員会の委員長をしています、篠田と申します。共謀罪の反対役については10年前の時も、結構院内集会とかに来ていた記憶があります。で日本ペンクラブはですね、この間反対声明を出したほかに、4月7日に、ちょっと大きい集会をやりました。でそれは、動画も含めて日本ペンクラブってホームページ開いてみると見れるようになってますのでぜひご覧いただきたいと思います。で会長が浅田次郎さんなんですけれども、その他、直木賞作家の方とかですね、いろんな方が発言をしています。でその7日の集会っていうのはですね、ちょうど安保法制の時にですね、確か日弁連の集会だったと思うんですけれども、弁護士会も立ち上がった、これ上司店の中の話なんですけれども、弁護士会も立ち上がった、学者も立ち上がった、ジャーナリズムはどうしたみたいな発言があってですね、会場が 大拍手だったんですね。で私はそれを見てて、確かに言われてみるとですね、文学者とかがですね、戦争反対とかで声を上げるというのは昔に比べて少なくなったなっていうのが、この安保法制の反対運動全体を通して言われていることなんですね。ですから今回の共謀罪ってとりわけて内心の自由に関わることなので、
まあ、これはちょっともう表現に携わるものが何か反対運動にちゃんと声を上げないといけないんじゃないかということで、メンクラブが呼び掛けてその集会をやったんですね。でそれは、作家とかジャーナリストだけじゃなくて漫画家の千葉哲也さんなんかも賛同してくださって、一緒にやりました。それで、まあ、今後もですね、これ現場主義が緊迫化していきますので、ぜひ特にこのメディアの役割ってすごく大事だと思いますので、まあ、なんとかペンクラブでも今後も取り組んでいきたいと思っています。特にこの間の共謀罪名の国会審議にちょっと本当にひどいっていうか、しかもここまでひどいのはこう粛々と進んでいっちゃうことが非常に恐怖で、であれですよね、一般市民を対象としないって言っても、あの審議の仕方を見てるととても信用できないわけで、ですから特に今メディアとか報道の役割って大きいと思いますのでね、ペンクラブも頑張っていきたいと思います。今後とも一緒に頑張りましょう。ありがとう。共産党の皆さんです。まずご紹介をさせていただきます。日本共産党衆議院議員の藤野康文さん、法務委員でいつもスピード頑張っていただいています。衆議院議員の清水忠さん、頑張りましょう。衆議院議員の本村信子さん、頑張りましょう。衆議院議員の堀内照文さん、衆議院議員の畑野君恵さん、衆議院議員の小田圭一さん、では共産党を代表しまして藤野さんにご挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。集会ご参加の皆さん、大変ご苦労様です。本当に会場いっぱいの皆さんに日本共産党としましても心から連帯のご挨拶をさせていただきます。安倍総理が5月3日に憲法9条を名指しして、2020年という期限を区切って、歴代総理として初めて改憲の意思を表明しました。安倍政権が目指すものは何なのか、これが総理の口で改めて語られました。この下で共謀罪をめぐる戦い、この皆さんの戦いの重要性、これがますます明らかになったんではないでしょうか。私たち皆さんとしっかり連帯して必ずこの法案を廃案に追い込むために全力を尽くしてまいりたいと思っております。先ほどからお話がありますが、短い公務委員会での審議ではありますが、すでにこの法案の危険な本質は明らかになっております。4月25日に参考人質疑行われました。弁護士や刑事法学者など法律の専門家の方3人いらっしゃいましたが、この3人全員この共謀罪法案は一般人も対象になると明言をされました。ところが金田法務大臣だけが犯罪捜査の対象にも、嫌疑の対象にも、通告通報の対象にも一般人はならないと言い続けております。これがいかに捜査の実態とも、そして国民の常識ともかけ離れたものか、明らかだと思うんです。こういう国民に通用しない答弁、これを政府は繰り返している。金田大臣は一般の方々とは誰かと聞かれて、犯罪組織集団と関係のない方々だと言いました。これも先ほど福島さんもおっしゃったように、まさに道義反復、全く説明になっておりません。まさに数の力に怒ってこういうとんでもない答弁で国会をやり過ごそうとしている。絶対許すわけにはいきません。この法案の本質は、一番危険なところは何を考えたか、何を相談したのか、まさに内心の自由、憲法が保障する自由を侵害する、ここにあると思っております。政府はいやいやそうじゃない、実行準備行為という行為を処罰するんだから内心を処罰するんじゃないんだと説明しておりますが、私がじゃあその実行準備行為かどうか、どうやって判断するんだ、法案には下見と書いてあります。桜並木を歩いている人がいるとして、花見なのか犯行の下見なのか、どうやって判断するんだと言いましたら、金田大臣はビールと弁当を持っていたら花見だ、地図と双眼鏡を持っていたら
反抗したんだ、答弁しました。とんでもない中身であります。こういう中身を知らせていただく、いかに政府の話している中身が嘘と偽りか、これやっぱり皆さんの口で広げていただく、国会内外の力合わせた戦いを今求められていると思っております。今日私国会で何度も取り上げさせていただいた岐阜県大垣署の市民監視事件の実際に被害に遭われた方々も参加いただいております。今でも警察は普通の市民、憲法の問題や原発の問題で声を上げている市民、何だろうと思って勉強している市民、そういう勉強会まで監視の対象にしております。ここにもし共謀罪が加わったらどうなるのか、まさに私たちの暮らしの隅々まで警察の監視の目が及んでいく、物言える萎縮社会を作る、まさに現代版治安維持法です。絶対に下げていきません。私たちも皆さんと力を合わせて、野党と市民の共闘でこの共謀罪法案必ず早めに追い込んで、そして安倍政権も打倒していく、このために全力を尽くすように申し上げまして、連帯のご挨拶させていきます。ここに参りましょう。私今までの発言なさった方と違って発言慣れしてないもんですから原稿をさせていただきます。すいません、座っていただきます。私どもは当事者団法人自由人権協会は、その規約の第1条で基本的人権の擁護を唯一の目標に掲げている団体です。でこの立場から言いますと、共謀罪はもう間違いなく人権を侵害する恐れがあるレベルではなくて、確実に人権侵害が予想される、そういう法案内容ですから、私たちが反対するのは当たり前ということになり、廃案を求めるものです。で以下簡単に理由を3つほど述べさせていただきます。1つは法案の本質に関わるこの法案全体の立案過程から始まって国会の審議まで現れているような法案のデタラメさですね、あるいはいかがわしさ、あるいはそれを口先で言い逃れることができると考えている政権の傲慢さ、おごり、そういうことについて の点を第一にしていきたいと思います。今までの発言にもありましたように、国会での金田法務大臣、あるいは森山副大臣の発言等に見られるように、政府の姿勢は一致が見られません。でなぜこのような状態が発生しているのかということを考えてみますと、こういうことが言えるのではないかと思います。一つはこの法案を作ろうとした動機については一致が見られる。その動機というのはどういうことかと言いますと、政府にとって好ましくない意見の持ち主、あるいはそういう意見思想のゆえにある行動に出る人たち、それを犯罪者予備軍に仕立て上げる。そしてその犯罪者予備軍に仕立て上げられた人たちとは反対にですね、私たちはそういう人たちとは一線を画したいんだ、時代の大きな勢い体制と同調したい行きたいんだと考える多くの国民を作り上げたいんだと思います。でそういう意味での動機は一致していると思うんですけれども、この動機は表だっていうわけにはいかないわけですね。でそこで法的な知識を利用した小細工を弄しているんだと思います。でこの小細工部分がですね、通常の政治家の皆さん金田大臣等には理解不能なものですから、答弁がおかしくなってしまうんだと思います。でしたがってこの動機のいかがわしさといいますか、そもそも社会を分断して、そして分断の一方ではある統合を図っていこうとする、この法案の本質についての問題点があるんだろうと思います。でこういう問題点を抱えているものですから、法案の中身について言えばですね、中身の一つ前ですけれども、この法案にはいわゆる学会用語でいうところの立法事実、立法を支える社会的な事実というのがあるんですけれども、それをもう一つ細かく言いますと、立法が必要であるかどうかが一つから、二つ目は立法の目的が正しいかどうかという問題、そして三つ目はその立法目的を達成するために採用されるさまざまな手段、この場合にはさまざまな自由な行為を規制するということなんですけれども、その目的と目的達成手段との実質的な関連性があるかどうか、この3つの点を立法事実というわけで、この立法事実がある場合に初めて法令の憲法適合性審査をパスすることができる、このどれか1つでも欠ければ違憲な法令ということになるわけです。で
立法の必要性については今までの発言にもありました。おかしい、ないんですね。実際に今なぜ共同母体なのかという立法の必要性は存在しません。から立法目的の正当性についても先ほど言いましたように社会を分断して、そして一方ではその自分たちの政権の声に合わせる国民を育て上げていく、こういうことですから、そこには立法目的の正当性もありません。でそしてまたテロ対策と言葉の上では言われますけれども、それに対して有効な対策が本当に練られたのか、でこれはヨーロッパ等で起こるテロ等に対してどのような防止策が講じられ、それがうまく成功していないのかということについての反省等が見られるわけでもありません。したがって法案にはそういうテロ対策を本格的に研究してそれを法案の中に取り込もうとした痕跡は全く見られないわけです。今までの既存の法律を集合的にいっぱいその共謀段階、共謀いわゆる準備段階ですね、その準備段階を処罰するということだけなわけです。でこのような共謀罪の本質に関わる点から、まず反対の理由の第1点とさせていただきたいと思います。で第2点、第3点、3つほど言いますけれども、あと2つですね。でこれは内容に関わる点です。一つはこれもよく言われている通り、特に日弁連の声明等でも言われているところですけれども、近代刑法の原則に反するんだということがよく言われています。でこの近代刑法の原則に反するという点はさらに2つに分かれるわけです。一つは実行行為に着手があって後初めて犯罪とされ、でその犯罪というものについて処罰が可能になるというのが近代刑法の原則だ。それを準備段階で処罰するなんかとんでもないという点ですね。これが一つ。からもう一つはいわゆる罪刑法定主義に反するという点です。罪刑法定主義というのはどういう行為をしたら犯罪とされるのか、そしてそのことが法律によってあらかじめ明瞭に国民に知らされていなければならない、そしてそのように分かっていることをやってはいけないと分かっていることをあえてした人間だけが処罰されて構わない、これが罪刑法定主義です。でこの共謀罪の場合には実行行為の前の段階の準備段階ですから、そして準備段階というのはいくつか の段階があるわけですね。いくつかの工程があるわけでして、その工程のどこに達したならばその準備を犯罪としていいのかということは、もうこれを国民にあらかじめ明瞭に示すということはほとんど不可能なことなんです。でそのような共謀罪のあり方は明らかに罪刑法定主義に反するということが言えると思います。で内容上の問題点の最後ですけれども、これはここにもありますように日本社会を監視社会にしてしまうということです。これは準備段階を犯罪にして、そしてそれを捜査の対象とするというわけですから、当然のことながら全ての国民をその対象に、全ての市民を対象にするわけにはいかないわけでして、人的にも物的にも財政面でもそれは不可能です。ということはあらかじめ狙い撃ちをしなければなりません。狙い撃ちをする人間を何らかの基準を持ってあぶり出しをしてリストアップして、その人たちの行動を探るということになります。で当然のことながらそこではそのようなリストアップするに際してある種の行動を目安にして、この人々は怪しいやつだ、我々にとって敵だ、こういう判定をするんだろうと思います。でこのような判定をした場合に一般市民には関係ないという発言は彼ら相互のやり取りだけが捜査の対象になるということを前提にしているわけですけれども、そういう人々も一般に彼ら同士の相互の情報のやり取りだけではなくて他の市民と当然のことながらやり取りをしているわけです。となればこれは盗聴法の場合でもそうでしたけれども、犯罪捜査のに名を借りて一般市民の情報のやり取り、コミュニケーションが監視の対象になるということになります。でこの監視の対象になるという場合に今申し上げましたように内心の問題が問題になりますし、で内心から始まってある種の行動に出た人々を対象にする、監視の対象にするわけですから、その人々のプライバシーが損なわれることは言うまでもなく、その相手方となる一般市民のプライバシー等も裏裸にされてしまう、こういう恐れがある法案だということです。で従って私たちはこの共謀罪に、共謀罪は明らかにさまざまな人権を侵害するもの、これ以外にもいろんな要素がある、令状主義の原則を逸脱するものであるとか、それからあるいは石破大臣が2年前の安保法制の時にデモはテロだ、こういうことを言い放ちました。デモはテロになってしまうんです。でテロ等準備の段階で集会を企画すればこれもテロ
等準備に入ってしまう。言い換えれば彼らがテロと考えるものは何でもテロにしてしまうことができる、こういうって法案なわけですね。したがって私たちはこのような法案が成立を見てその暁に人権が侵害されることはほぼ確実だと思いますので、これに反対します。これからも頑張っていきましょう。アムネスティインターナショナル日本の山口香織さん、よろしくお願いいたします。紹介に預かりましたアムネスティインターナショナル日本活動部のチーフの山口香織と申します。発言の時間をいただきましてありがとうございます。ちょっと座らせていただきます。今日の集会のこの狙われているのはあなただということと、先ほど篠田さんよりお話がありました、デモをすればそれだけでも逮捕される恐れがあるということで、アムネスティは国際人権 NGO としていろいろ表現の自由あるいは死刑廃止、難民の権利擁護などをやってきました。でたまにデモなんかをやるんですけれども、大体いつもデモの申請担当者として私名前を出してるんですね。とすると、あ、私が捕まるんだなというふうに毎回思ってるんですが、それはいよいよ身近に迫ってきてしまったというふうに思っております。国際人権 NGO としてアムネスティは1961年にイギリスで設立されました。でこの大体ですね、表現の自由をはじめとしたさまざまな人権問題取り組んでおりまして、調査を行って、それから政策提言を行っております。で特に近年は世界中で人権活動が厳しくなっております。皆さんご存知の通り、アメリカではトランプ政権、フィリピンではドゥテルテ政権、日本ではここでは申しませんがちょっと怖い感じがしております。で私たちの団体は政府に対して勇気を持って発言をする、反対の意見を言う、そういった人権活動家の支援も行っております。人権侵害に立ち向かう人がいる限り、私たちの活動も共にありますし、共に活動を展開していきたいというふうに願っています。でここで皆さんにお聞きしたいのが、人権活動家っていうのは犯罪者でしょうか。大体ですね、いいイメージがある人もいますが、なんとなく怖い人、最近はそういうふうに思われたりしてますね。怖い人、口うるさい人、悪いイメージがちょっとあるのかなっていう気がします。でも犯罪者ではないですよね、別にね。でとある政府によれば、とある人物っていうのは犯罪者になります。例えばその市民のために権利を主張して、で反対の意見を言う人権活動家っていうのは、ある国では内乱罪になったり、扇動罪、国家反逆罪、人によっては死刑になってしまうような人もいるわけです。で私たち長年ミャンマーの活動家、非暴力の活動家アウン・サン・スー・チーさんの支援をやってきました。でご存知の通り、スー・チーさん軟禁されていたわけですけれども、言ってみればそういった軟禁されているような犯罪者を支援する団体、それがアムネスティになってしまうわけで、そうすると今ミャンマーで政権が変わりまして、スー・チーさんは現在国家顧問でもあって、外務大臣でもあって、立派な政治家になられて、本当にその時の政権によって全く扱いが変わるわけですよね。でそうすると、その時の政権によって治安のため、テロリスト対策のため、こういった共謀罪のような犯罪者の取り締まりを容易にするような法律、そういうものをどんどん作ってやっていくことができてしまうと。で今回、日本政府が考えているいわゆるこの共謀罪法案、これは今のところですね、テロ対策っていうと聞こえがいいわけですよね。で私たちなんとなく、テロ対策そろそろオリンピックもあるしやらないといけないんだろうな、怖いからなんか作ってほしいなっていうふうに思う人もいると思うんですよね。で多くの人がもしかしたらそういう説明に共感しているかもしれません。でもこの法案が必要だっていう説明で、やっぱり私たち誰がテロリストなのか、誰がどういったことをやって、テロ行為っていうのはじゃあ何なのか、そういう想定について十分な説明ってやっぱり受けていないと思うんですよね。で今まで本当に納得できるような説明、金田法務大臣のいろいろな発言が先ほどご紹介がありましたけれども、納得できる発言がやっぱりないわけです。で今年に入ってからアムネスティは
沖縄の活動家山城博司さんの支援を行っておりました。山城さん長期拘禁されて、で私たちもその早期釈放を求めるという運動を展開しました。この山城さんの拘禁に対して反対だというふうに声を上げること、これも私たちの表現の自由の一つだというふうに考えています。でもこの山城さんの支援どうしましょうかという相談、まあ、アムネスティとして何ができるかという相談は大体メールか電話でやってます。でもメールか電話、まあ、まさにこのいわゆる強迫罪に引っかかってしまう可能性がありますよね。で私たちその国際組織ですから、ますますですね、日本政府にとって怪しいなと思われる国にももちろん支部があるわけです。でその人たちとも連絡を取ってます。でメールでも、まあ、アプリでも何でも LINE でも何でも使って連絡をしてるんですけれども、そういった連絡手段が全部監視されて盗聴されて、そうしてしまったら今後の活動、人権擁護活動、私たちにとって大きな打撃です。それからまた支援者のプライバシー、これも本当に重要な問題です。例えば他の国では、アムネスティの活動自体が反政府活動だというふうに見なされて制限を受けているところが結構あります。で人権を守るっていうことは人間の尊厳を守ることですし、人の命を守ることですから、人間のその尊厳を守って命を守るために市民の活動の場を守らなければいけないわけですよね。で言いたいことも言えず監視の目を恐れて暮らすというような生活、これは本当にひどい状況になってしまうわけです。でその他の国でひどい状況になっているという話ですが、先日国際会議でアルジェリアの支部の理事長と話をしたんですけれども、アムネスティの会員にすらなることが厳しいと、まあ、会員として登録すれば政府から常に監視されてしまうからそれは避けたいという人が多いそうです。で、まあ、日本ってどうなのっていうふうに言われて、まあ、日本ではまだその会員になること自体は特に問題ないよねっていうふうに話をしたら、すごく羨ましがられました。じゃあそんなに自由に活動できるんだっていうふうに言われたんですけど、うん、でもこれからは分からないからねっていうふうに話をしました。でやっぱり他のアルジェリアだけでなくて、タイだとかマレーシアだとかアジアのその他の国でも Facebook にコメントを書くだけでですね、反政府のコメントを書くだけで逮捕される人たちがいます。でもよく考えてみますと、 Facebook にコメントを書くっていうことはそれはある種の表現なわけで、外にまあ、友達同士のではなくて公開の場、ブログであったりインターネットにコメントを出していればそれはメッセージとして伝わるわけです。でも今回のこの共謀罪の法案の怖いところというのは、プライベートなやり取りで反政府のようなことを書いてしまったとしても、もしかしたら準備行為っていうふうになってしまうと。そうすると今日本って自由な国だよねって羨ましがられているどころではなくて、そんな準備行為から逮捕されてしまうのっていうような怖い国になりかねない。私たちは本当にそこに対して懸念しています。やっぱり他の国に羨ましがられるような人権を保障している素晴らしい国にしてほしいと思っておりますし、本日はお集まりいただいています国会議員の先生方にも私たち本当に期待しておりますので、ぜひ法案をストップしていただきたいと思います。またお集まりの皆様、もう本当に今日熱気にあふれておりますが、これからまだまだ審議が続きますので、ぜひ一緒に声を上げてまいりましょう。本日はありがとうございました。など本当に人権の私たちの人権を守るために日々活動なされている方、今回彼のご発言はとても有意義でした。ありがとうございました。じゃ続きまして、警察による市民監視の実態ということで、各地域で活動されている方からご発言をいただきたいと思います。衆議院の法務委員会を傍聴してと思うんですけれど、本当に一般人には関係ないということを非常に強調しています。
だけれど権利がかかった段階で一般人ではなくなるともはっきり言うんですね。じゃあ権利はどういうふうにすればかかるのかといったら、もうそれは 内定調査しかないと思うんですね。この人は怪しいとか、こういうところでこういうことが行われてるってところでもう警察がそういうふうに捜査を始める。そうしなければこの人に権利がかかるわけないんですよね。そういったことをいくら追及しても、やはりこう、もう金田さんとあの副大臣というの答弁も一致しないし、それであの一番怖いのは、その警察にもっと武器を与えるべきだって言ったのが、維新の党の方なんですね。もっと警察に盗聴であるとか、あの GSP の捜査であるとか、そういったものをもっと未然に防ぐにはこれしかないと。で、早期処罰化という声も本当にあの聞かれます。ぜひ皆さんに法務委員会傍聴していただきたいんですけれど、なんせ15席しかないんですね。それでも皆さんが傍聴に行くことによって大きな部屋に移る可能性も出てくるのではないかと思います。あとテレビ放送ですよね。そういったこともあのぜひ声を上げて、もっと大きくこの一体何が行われているのか委員会で、そういったことを皆さんに、見ていただきたいなというふうに思っています。はい、そこであの市民感染の実態ということで、加藤健二さん、共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会の弁護士さんで、今も行われている市民監視ということで、発言いただきます。よろしくお願いいたします。本当に皆さんご苦労様です。あの本当に立錐の余地もないという状況で、恐縮しておりますが、あの2月に、法律家団体で連絡会を作りまして、まあ、いろんな活動をしてきました。であのこの法案は、日本弁護士連合会も反対をして対策本部を作って、今度18日に集会をやります。で私たち法律家団体はあのこの7団体、お配りした、この事例集の最後に書いてありますけれども、まあ、それで持ち味を生かして、いろんな活動をしています。でそれであの今日は2つ文書を作りました。まあ、この連休を利用してというか返上してというかですね、一つはこの薄い方の、政府自民党の説明10の疑問構想という、であの、まあ、傍聴された方は分かると思うんですけど、国会での議論は法案提出前からすでに出る前からボロボロになっている法案なんです。で、金田大臣は出たらやるぞって言ってましたけど、出たら結局林刑事局長証明を立てているんですが、まあ、論戦としてはかなり共謀罪のこの本質的なところの議論は一回り二回りぐらいもしています。ところが、政府もそれから自民党もですね、要するに国会で議論されたり法案の中に書いていることとは違うことを平気で言って、それで無理やり通そうとして、まあ、つまりあのみんなが知る前に、とにかく無理やりを通そうとしているのは今の状況です。ですからあの今私たちが一番力を入れているのはこの国会論戦で明らかになったポイントをできるだけ分かりやすく広げていくということで、この10の嘘というのを作りました。まあ、もうちょっといいあのキャッチフレーズがあるとか、あの切り返しがあるという意見もあると思いますので、それをどんどん更新していきたいというふうに思っています。で中でもですね、一番大きな嘘は、一般人は関係ありません、ですから監視社会には絶対なりませんというこの嘘です。で、まあ、大体あのこれだけですね、国会で一般人は関係ありません、毎日毎日言うってことは危ないということですね。ですがそのことをあの私たちは法律家としていろんな事件に関わっています。でそこで実際に警察がどういうことをやってるかとか、あいうことに、まあ、日々直面するわけです。で今回あの大急ぎで、そういう市民監視等が問題になっている事例を集めてですね、とにかく早く原稿をかけているので約2週間弱で、特貫工事で完成させたのがこの、今も行われている市民監視の実態事例集ということになります。で私自身もあの9ページにある堀越事件という国家公務員法違反事件をやりました。で、これはもうあの堀越さんという国家公務員がビラを撒いただけで、休日にビラを撒いただけで犯罪だということで1ヶ月間ずっと監視され尾行され盗撮されていたという事件です。で私も約10年間この事件やって、法廷では12名の公安警察官で尋問をやったもんですから、まあ、お互いに何考えてるかよく分かっているんですね。まあ、向こうはその前から分かっていると思うんですけれども、であの一言で言うと警察官は非常に真面目なんです。ですからまず、人が集まってるのを見たらまず何かあるんじゃないか、何か呼ばれることを考えたり企んでるんじゃないかと疑う。これね、別にその警察官が悪いんじゃなくて、そういう訓練を受けて、そしてその疑いを持った時にその疑いを、に従っていろんなことを調べるためには使える法律は全部使う。これがの警察官の基本的な、まあ考え方だし、そういう訓練をされているわけです。で今回あの事例集に載せた事例はですね、特段なんか変わった警察官が突出して、
誰かを監視しようと思ったとか、例えば大分で言えば、あそこにビデオカメラを設置したのなんか自分の公明心でやったとか、そういうのではないんです。全部警察の組織的な方針に基づいてやっている。で、後でご報告がありますけれども、しかも警察はですね、こういうことについて何が悪いんですかというふうに発覚してもいます。大分の別府署の盗撮事件について、あれは無断で敷地に入ったのは良くない、つまりビデオカメラの設置の仕方が良くない、だからもうちょっと適切にね、注意して使われなさいということをどんどん言ってますし、それからあと、まあ後で報告がありますが、大脇丸は普通の情報、普通の活動だというふうに言っております。そういうことで、やはり現実に今警察はそういうことでいろんな動きを事前に察知をして未然に犯罪を防ぐという名目で情報収集活動をし、で警察官がその犯罪の嫌疑があると思ったらば任意捜査と称していろんなことをやります。任意捜査というとすごく軽いように感じますが、実際には尾行盗撮、それからこの前 GPS については最高裁で違法だという判決出ましたが、あれも任意捜査と称してやっていたわけですね。それからと聞き込みです、いろんなことをとにかくやります。それぞれがプライバシー侵害でもあるし、一番大きなのは人と人のつながりを全部潰していくという、この効果は非常に大きいですね。せっかく新しい人とお友達になって集まりに来たのに、あなたあの会合で何話しましたかっていう聞かれた瞬間にこの人のつながりが潰れてしまうというのが、やはりこの共謀罪も非常に怖いところだというふうに思います。そういう意味でやはり今の国会審議見てますとね、警察官は適正に捜査をやる、法律でひょっとしたら乱用できる箇所があるかもしれないけれども乱用は決していたしませんというのは政府の基本的な考え方なんですが、それはもう事実として違うということを私たちは強調したいというふうに思っているわけです。それであと一般人について言うと、なぜですね、大臣や副大臣は動揺してるんですね。答弁が行ったり来たりするんです。安倍首相だけは全然答弁がぶれません。それはなぜかというと、彼はやはりいろんな意味で自分が一般人かどうかを決めるのは自分だと思ってるからぶれないんですね。ですから自分がこの人は一般人だとか一般人だから対象にはしないけど、自分が怪しいなと思った人はやっぱ一般人じゃない、非常に明確な基準を持ってでこれ非常に怖いことです。単純にこの共謀罪だけじゃなくて、いろんな他の政策にしても憲法改悪の問題にしても、だから自分が絶対的権力者であるという非常にそういう思い上がった考えでその物事を、でそれをそうさせないのが憲法であり、いろんな刑事事件の原則なんですね。そういう意味で言うと、共謀罪というのは単にこの法案がひどいというだけじゃなくて、やっぱ安倍政権の体質そのものがもう本当によく出てる法案だというのは、私この間の審議を見ててよく分かりました。で私の話はこれぐらいです。ぜひですね、この後は実際に起こった監視事例、あるいはどういうことを警察など行っているのか考えているかということをですね、ぜひ聞いていただいて、政府の嘘をですね、やっぱり広め嘘だということを広めていただきたいということを申し上げて、私からの報告といたします。よろしくお願いします。反原発運動への公安警察の潜入事件ということで、今日は反原発運動の斉藤弁護士が事例ご自分の体験を報告されます。斉藤さん、よろしくお願いいたします。今日は共謀罪での反対運動をやってる会場ではなくて、35年間、もっとですね、40年間ぐらいですね、原発反対運動に取り組んできた一弁護士としてちょっとご報告させていただきます。僕がですね、大学生の頃から原発反対運動を始めたんですが、最初の頃東京で反原発運動のデモをやるとですね、デモ隊が100人ぐらいに、ね、300人ぐらい報告の公安というか機動隊ですね、なくて、もう全然外からデモが見えないような状態で、デモ方針をしてました。僕は司法試験に受かって司法修習生になる直前もそういうデモに行ってたんですが、なんかすごく怖かったですね。これが分かると僕は修習生の採用取り消されちゃうかななんていうことを思いながら、ちょうどその頃スリーマイル島の事故が起こったりしてですね、通産省に伊方原発の農民の人たちなんか仕掛けてきて、一晩泊まり込んだことがあったんですね。で、僕は司法修習に直前でしたけど、その一緒に泊まり込みに付き合ったんですけども、
そしたらですね、一人なんか暴れ出す人がいたんですよね。そしてね、その経済産業省、当時は通産省って言ってましたね、まだね、の扉のガラスが割れたんですよ。でもその隣にいたんで、あ、やばいなと思ってですね、これ、まあ、その人はどうもなかったですけれども、まあ、そんなことを感じながら、僕は原発なんてのをやってきたんで、まあ、この強硬剤なんかはですね、非常に危ないなっていうのが、こう、すごく、体で感じるというかですね。で、原発反対とこういうことがありました。1980年代にチェルノブイリの事故が起きたわけですね。で、その前まではですね、原発反対のデモをやっても本当にどんなに集めても東京で500人集まらなかった。それが2万人くらい集まるようなことになったんです。あの事故で一気に参加する人の数が増えてきて、まあ、僕らは軽々で大喜びしてたんですけれども、その頃にですね、ちょくちょくその反原発団体に顔を出す人がいて、福沢大輔さんという人ですね。今日のこの資料のですね、12、13ページっていうところを開けてもらうと、これは加藤君に頼んだんですけれども、ちゃんと何の本かって言いましたか書いてほしかったんだけども、これは、私が編集したですね、反原発への嫌がらせ全記録っていう本があるんですけれども、明石書店というところから出版した本なんですが、それの、51ページ、52ページです。で、この井上俊博さんという人は、まあ、昨日この国会の前で反原発運動で強硬剤に反対する活動を組織してくれた原水金の、事務局をやってる人ですけれども、まあ、彼がここに正確にレポートしてくれてるようにですね、この福沢さんという人がたびたび実行委員会に参加していて、多少おかしいなと思っても、まあ、お前おかしいとか言うようなこと言わずに、まあ、みんな来る子の拒まずっていうね、市民運動ってそうですよね。身元調査できるわけじゃないし。で、その彼の正体が明らかになったのは、ちょっと12ページのところですけど、オウム真理教事件があったという時に、95年、たまたま南青山のオウム真理教関係の施設近辺の路上であったことで、初めて彼が公安警察とその事件に関わっていることが明らかになりました。まあ、それ以降、実行委員会から姿を消したんですけれども、まあ、その後も、その反原発運動の現場に公安側としてはしばらく登場していたというようなことが、書かれています。僕は この話をですね、強硬剤反対の市民運動、最近いろんなとこ行くときに話をするようにしてるんですけれども、そしたらですね、うちも被害に遭ったっていう団体がありました。それはですね、朝鮮高校 その授業料の無償化の問題、朝鮮高校だけ対象外にされていてですね、それがおかしいということを訴えている団体に、若い女性の公安刑事が潜入してたということがあったという報告があったことがあります。今日参加されている皆さんの中にもですね、来るもの拒まずでやっているアムネスティなんか危ないかもしれませんよ。やっぱり、まあ、だからといってですね、この井上さんがすごく最後にいいことを言ってるんですけど、運動の側も十分警戒することは重要だけれども、その性格上から限度もあるし、人権上の問題もあると、オープンにおおらかにやっていくしかないという、まあ、僕もそう思うんですね。そういうことを疑いなしてですね、なんかすごく疑心暗鬼になると運動でおかしくなってしまうんで、まあ、どうせ僕たち何も変なことやってるわけじゃないしっていうふうにやりたいとこなんですが、でも我々が日常的に話していることの一部がその、犯罪になってしまうかもしれないような法律制度ができていて、そしてその実行委員会に公安、現職の公安が来てるなんてなったらかもしれないなんてことを考えるようになったらですね、本当にやりにくいなというふうに思います。一つだけ今日の資料の中にですね、朝日新聞の5月5日のこの記事っていうの、これはとっても重要な記事だと思います。ぜひよく読んでほしいと思うんですが、ここで言われていることのすごく重要な点は、この条約の目的は対テロ目的ではないということ、これが非常にはっきりしているし、国連では、テロに関しては別の条約をちゃんと作っているんだということで、こういうニコス・パッサス教授が、ね、こういうふうに言ってくださったということで、まあ、政府としてもですね、対応せざるを得ないはずなんですけれども、まあ、いくらこんなものが出ても全然知らないよと、やっぱりテロ等準備罪だということで最後まで押し切ろうというふうに考えているのかもしれませんけれども、とてもおかしいと思います。まあ、この間朝日新聞僕はきちっと皆さん読んだ方がいいと思いますが、もう一つ面白い記事が出ていて、杉浦さんっていう元法務大臣の方ですね、自民党の
あの、共謀罪の法案が審議された時の、現職の法務大臣だった人がよくぞこんな変な本を出してきたというふうに当時から思っていたと、こんな法案を最初から通すつもりはなかったみたいなことを言ってくださっています、当時僕は杉浦さんとかなり相対していたんで、彼がそんなふうに思ってたというのは、今にしては納得できる部分があるというかですね、ただ死刑の執行もしなかったし、素晴らしい法務大臣の一人でしたけれども、でもこういう本当にその、保守政党の中における良識みたいなものがですね、今この、安倍政権が暴走する中でですね、一人でも二人でも公然とその意見を言ってくれないものかなと、そういうことができないぐらい、そういうふうに思ってる人は絶対いるはずなのに、そういうことが声が一切出てこないとしたら、すでに、日本の国会議員は教育政治のもとでですね、踏みしかれてですね、自分の意見も言えなく、全議員、与党議員は意見が言えなくなってるんじゃないかという感じがいたします。もう今週から選挙が始まって、だんだん共謀罪の実行委員会の解読になってきてますけれども、共謀罪絶対阻止するために、今週、毎日みんな来る覚悟でいると思いますが、今週、来週ぐらいがですね、本当の山場になるだろうというふうに思っています。原発反対運動の一員としても、共謀罪に反対する一員としても、精一杯頑張りたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。警察と市民監視事件ということで、今日は山本大さん、弁護士さん、で当事者として船田信子さんと近藤由里子さんがいらっしゃってくださっています。ご発言よろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました政能法律事務所というところに所属しております弁護士の山本大と申します。今からですね、岐阜県内で警察がですね、何にも犯罪の権利もない市民4名の監視をしていて、それで得た情報をですね、一般市民用に流したという実際のお話をさせていただきたいと思います。この話をお聞きいただければですね、警察がどんな人を一般市民と思わないか、そして権利がなくてもすでに監視をしているのだから、共謀罪が成立したらどうなるのかということは容易にご想像いただけるのではないかと思います。私の隣にいますのが実際に監視をされていて、市企業に情報を提供された当事者、県原告の船田信子さんです。その隣にいるのもですね、やはり情報を、提供されて、監視もされていた近藤由里子さんです。では座って失礼します。この事件の発端はですね、岐阜県の西側にある大垣市の上志津町というところ、それから関ヶ原町、関ヶ原の河川で有名なところですね、に連なる山の尾根に風車、風力発電の、機械ですねが16基建設されるという情報が上志津町の市民に入ったところから始まりました。この風力発電については、賛否両論あるとは思いますが、地元の環境に与える影響を上志津町の市民2人が心配しました。そして1度目の勉強会を地元で開きました。その10日後に警察は風力発電事業の事業者である中部電力子会社のシーテック社というところを警察庁の構内に呼びつけまして、警察署の構内に呼びつけまして、そしてそれまでに個人情報の収集を多分監視をしていたんでしょうね、情報を収集した4名の情報を計4回にわたって、もちろん本人たちには無断で渡しております。で、情報を渡されたのは、今日この資料お手元にありますかね。この資料の一番裏のページに、そこそこ高齢の男女4名の顔が載っていると思います。男性2名、上の方がですね、この上志津町、風力発電事業の建設予定地であったところの、町民2名です。そして下の女性2人は先ほどご紹介した通りなんですけれども、風力発電事業に一切関係のない
上石津町も入っている大垣市に在住する市民2名です。この4名全員ですね、環境運動に何らかの形で関わってまいりました。犯罪の権利はもう一回申し上げますけどありません。ない段階で警察はずっと目をつけていたと思うんですよ。だって学習会がちっちゃい町ですよ。地域としては超遠い中、大垣市はちなみに16万人人口がおりますけれども、そのうちの2名が学習会を主催した。こんな情報をどうやって嗅ぎつけるんですかね。警察監視していないと分かりませんよ。でこの10日後に CTEC 社を呼びつけて、そこから情報交換が始まります。先ほどのこの資料の2ページ目、ここをですね、私 と、船田さんで朗読させていただきたいと思います。2ページご覧ください。これが1回目の議事録です。ちなみにこの議事録はですね、私たちが勝手に作ったものでは当然ありません。事業者である CTEC 社に証拠保全ということで、裁判官と一緒に私たちが行って、それで現物を取ってきて、それを文字起こししたものです。氏名について若干伏せ字はありますけれども、それ以外のところは私たちが勝手に作ったものではなくて、警察から情報を得た CTEC 社が議事録として作ったものであることもご留意ください。それでは1の概要のところから朗読させていただきます。中電大垣営業所経由で中電岐阜支店広報愛課長より、大垣警察庁警備課が南伊吹風力の事業概要情報を必要としている。この南伊吹風力というのは先ほど説明した風車事業のことです。旨の連絡が当時に入ったので訪問した。続いて2番目、打ち合わせ内容を話していきます。岐阜新聞7月31日版に、大垣市上石津町で風力発電について学ぶ勉強会が行われたことが掲載されたことを知っているか。7月28日に勉強会が行われるという情報は事前に入手していたが、新聞掲載されたことは承知していなかった。なお新聞によると11名が参加したと書いているが、実際は9人だったことは参加者から情報をいただいて把握している。ここからですね、一般市民、先ほど申し上げた4名ですねの情報が警察から明らかにされます。同勉強会の主催者である三輪忠夫氏や松島氏が風力発電に関わらず自然に手を入れる行為自体に反対する人物であることをご存知か。今回風力発電を計画している関ヶ原町及び上石津町両地域の内のうち、上石津地区の上梶屋自治会関係者であることも把握しており、以前メナードゴルフ場建設時にも反対派として活動されたことも承知している。地元の有力者から、あいつらは何でも反対する共産党と呼ばれていると聞いている。船田さんが今話しているのは CTEC 社が話しているところなんですね。で、私が話しているところが警察が話したところです。勉強会の主催者である、松島さんと宮さん、この人たちが風力発電に関わらず自然に手を入れる行為自体に反対する人物、つまりですね、こういった価値観を持っているということを警察はすでに知っているわけですね。でその由縁は何かというと、おそらくは三輪さんと松島さんがゴルフ場建設に関わった、これくらいしかですね、三輪さんと松島さん目立った動きがないんですよね。なのでおそらくこのゴルフ場建設反対運動をしていたというところから、自然に手を入れる行為自体に反対する価値観を持っているんだということを警察は監視し調査し分析したのであろうというふうに思われます。で丸3のところはちょっと置きまして、丸4に進みます。上記松島三輪氏は ② で述べた通りであるが、同じ岐阜県内で活発に自然破壊反対や希少動物保護運動にも参画しており、岐阜コラボ法律事務所ともつながりを持っている。なおですね、この岐阜コラボ法律事務所というのは私の所属するですまた大垣市内に自然破壊につながることは敏感に反対する近藤百合子氏という人物がいるがご存知か。本人は60歳を過ぎているが東京大学を中退しており、頭もいいし喋りも上手であるから、このような人物とつながると厄介になると思われる。もう話題が起きておりますけれども、これ警察が言ってるんですよ。近藤百合子について年齢、学歴、特徴、そして
彼女を厄介と言って警察が何回も言いますけど犯罪の嫌疑はないんですよ。近藤百合子さんはですね、まあダムの建設の反対運動とかですね、あとまあ原発反対運動等をやってみえた方で、別に何かしらの犯罪の嫌疑この時点でありません。でなお風力発電について申し上げますけれども、この時点でですね、工事等の段階には進んでいないんです。まだ事業の法アセス、つまり審査の段階なんですね。だから例えば工事に反対して座り込みとか、共謀罪に引っかかってきそうな、その犯罪の嫌疑すらない状態でも警察はこういうことをやっていたということです。続けます。このような人物と岐阜コラボ法律事務所との連携により大々的な市民運動へと展開すると御社の事業も進まないことになりかねない。大垣警察署としても回避したい行為であり、今後情報をやり取りすることにより平穏な大垣市を維持したいので協力をお願いする。当社としても今後地元交渉を精力的に開始する予定であることから、いろいろな情報交換をお願いしたい。了解した。ですね、大々的な市民運動へと展開すると御社の事業も進まないことになりかねない。不平不当かつ公平中正であるはずの警察が一般市企業の肩を持ち市民運動を懸念するということがここに明確に書かれていますので、大垣警察署としてはこのような大々的な市民運動を回避したい行為とまで言っております。そして大垣警察の考える平穏な大垣市というのはこういった大々的な市民運動がない地域であるということもお分かりいただけるのではないかと思います。共謀罪ができた時、逮捕の実質的な判断、つまりですね、逮捕するその犯罪の嫌疑、捜査をするのは警察です。なぜかといえば令状審査いろいろ出ていますけれども、逮捕時点で、逮捕の、令状を審査する、その審査が通る確率はですね 99% を超えております。ということは実質的にその審査をするのは警察です。そしてその警察が目をつけるのは当然警察の判断ですから、警察がどういった人に目をつけるのか、この議事録からだけでも分かっていただけるのではないかと思います。では続きまして、実際に監視をされた船田さんから話をさせていただきます。大垣からやってまいりました、船田と申します。最近取材がとても多くてアイドル気分になった感じなんですが、実は私は法律事務所に20何年か勤めておりまして、現在は農業をしています。で、やっぱりこの取材がたくさんあるとかっていうこと、実は提訴はもう昨年の12月に裁判を起こしていますが、これだけこういうふうに話題になったのはやっぱり1月以降共謀罪ということが持ち出された以降非常に注目されています。どうしてかというと、やはり今読んでいただけたら本当に分かると思いますが、共謀罪の先取りがもう事実行われているということから非常に注目を集めているんだというふうに思っています。でその先取りの中身としては、やはり先ほど言ったように警察が住民運動を弾圧する目的で警察が建設業者を使って個人情報を提供したり交換していた事実、しかも先ほど言ったようにまだ運動にもなっていない段階、勉強会の段階でもうすでにこういった動きをしていること、またその監視対象者というのは地元の住民、先ほど言った自治会長であり地元の住職さん、この2人が地元の方なんですが、こういった人たちです。でまた特徴としては、その地元の住民以外全く関係のない他の私や、先ほど言った近藤百合子さんといった、風力発電には関係のない市民の名前を持ち出して市民運動がこういう人たちと結びつくとことを非常に危険視して、その前に何か手を打とうとしたのだというふうに考えられます。でこれは4回で終わっていますが、この段階で CTEC 社の内部の方がこれはちょっとねおかしいんじゃないかと多分思われたと思うんですが、新聞社にリークされて明らかになったので、これ以降の勉強会は
明らかもちろんやっているのかもしれないけれども、まあ、風力発電自体も今止まっていますので、まあ、警察とそのシーテック社はその後どうやってやっているかは分かりませんけれども、そういう、まあ、状態です。で この先どうなったかということを想像するだけで多分皆さんどういったことが行われるかというのは分かるかなというふうにも思います。で私はこの中で4ページに登場する部分です。4ページの、最後の2、丸2の下の方ですが、警察からの情報というところに私が登場します。今回の行動は来年の統一地方選挙に向けて動き出した気配がある。共産党の株を少しでも上げることに利用したいのではと思う。もう一つ、三輪忠夫は岐阜コラボ法律事務所の事務局長である船田と強くつながっており、そこから全国に広がっていくことを懸念している。現在船田は気を病んでおり入院中であるので、即次の行動に移りにくいと考えられる。今後過激なメンバーが岐阜に入る応援に入ることが考えられる。身に危険を感じた場合はすぐに110番してください。企業に対して言っている、私たち市民に対して言っているわけではありません。ここに警察の立場がはっきりと現れている気がします。で私自身はやはり法律事務所の職員です。でやっぱり住民の声を聞いたり基本的な人権を守るという職務、そういうことに誠実に応えて仕事をしてきたつもりです。でこのことが警察が危険だ人物だというふうに言うとしたら、本当に私はこの職務に忠実にやってきたこと、仕事への生きがいや自分の生き方を否定された、まるで犯罪者のようにここに書かれている、そういったことに本当に当初怒りを感じました。もう警察自身はやはりすでに厄介だというふうに警察が判断した人間について、もう共謀罪なんか通る前からもう情報はすでに着々と収集されて、また企業との情報交換ももうすでにやられています。国会のこの後このもう1年前ですが、共産党の山下芳樹さんが国会でも質問した時には、当時の警察庁の警備局長がですね、これはもう通常の警察業務の一環である、公共の安全と治安の維持のためにというふうに答えています。もうこれはもう共謀罪出る前ですので、もう警察はもう当然こういったことはもう通常の一般業務の一環であるというふうにもうはっきり、まあ、その前は多分そういうことがあったとしても明らかになったとしても、こういったふうにはっきりと答えるような警察の体質はなかったと思います。この大垣事件を契機にもうすでにこの時点で共謀罪というのが政府の頭の中にあったのかもしれないなというふうに今は思います。だからこそこういうふうに強気で警察警備局長がこういうふうに答えたんじゃないかなというふうに私も思っています。警官についてはこの資料集にも出ています。で私は非常にやっぱり共謀罪、今年に入ってこの事件怒りだけじゃなくて怖さを本当に強く感じています。私は自分自身が別に気を病んで入院してたわけでもないんです。これ事実と違うのでもうここでちゃんと訂正したいんですけれども、実は、当時まだ60前だった、当然今60歳ですので前でしたけれども、やっぱり当然その自分の生き方とか、ね、考える時期って誰だってあると思うんです。で私自身は 3.11 号脱原発の運動を個人でも頑張ってしてきました。だけど実際に浪江町に行ったんですね、その後。でその時に荒涼とした景色や小さい子どもさんのスリッパなんかをね、こう集められている現場を見た時に、やっぱりその一瞬にして命を奪ってしまう原発に対して、まあ、声高にそのパレードとかももちろんそれまでやってきましたけれども、やっぱり命を支えるような仕事がしたいなというふうにちょっと思ったこともありますし、夫がもう当時農業を始めてたこともあるので、法律事務所の職員じゃなくてもうちょっとその命を直接支えるようなそういうことをやりたいなみたいなことを考えていた最中、つまり休職してそういうふうになことを考えていただけなんです。でそれなのにこんなふうに突然こういう公の場に引きずり出されてですね、昨日病で入院中みたいなことに警察が言ったこともひどいなというふうに、でたらめなねこういう情報を言う人、私の了解もなく企業に言うってことも非常に、まあ、怒りですけれども、やっぱり共謀罪というのが出てきた時に私が
ふとこういうところで私の体験を話すときに、あ、ここには盗聴器があるんじゃないかなとか、この中に私のことを密告する人がいるんじゃないかなとか、知らないところででもそういうふうに思いますけれども、知り合いとこう楽しくね、一杯飲んだりとか食事会したりとか、旅行に行ったり、夫と旅行に行ったり、家族で過ごしたりという時にでも、いつもじゃないんですよ、もちろんいつもそんなこと言ったら気がおかしく、本当におかしくなっちゃって入院しますけれども、知らなくてもふっとした瞬間にそういう心が、そういうことを考える時間がやっぱり出てきてしまうんです。でそういう時に自分は人を疑っていると思った時にものすごく自分が嫌になります。でそのことがやっぱり共謀罪がある日常生活っていうものの怖さだと思います。人を信頼できない、でまたその人もお互い、ここに警察がいれば注意しますよ、誰でも。だけども誰かがわからない目が光っている、で自分はそれを疑ってしまう。疑ったら自分の心を本当に素直にプライバシーも含めて語って、こう人間らしい人間関係って言ったら変ですけれども、そういう人間関係さえやっぱり作れなくしてしまう。でそういうことが私の中で心の中で起こってきているということに気づいた時に、共謀罪っていうのは本当に怖いなというふうに思いました。誰だって犯罪者になりたくないです。私だって犯罪まだ犯してないけれども、こういうふうにさらされることで犯罪者扱いやっぱされているっていうふうに自分で思ってしまう。でそこにやっぱりその自分の心を、なんかこう不自由さをすごく感じるんです。やっぱりその共謀罪というのはもし成立してしまったとしたら、猜疑心に満ちた人を疑い合うような、そういう社会がやってくるんじゃないかなってことを本当に今懸念しています。なので皆さんにも、自分は犯罪にかかってないから大丈夫とかいうふうに思っている人たくさんいると思います。でまた凶悪な犯罪が未然に防げるからいいんじゃないか、そんなふうに思っている方もたくさんいると思います。でも人事じゃありません。やっぱり私自身がこういうふうな経験をしたことで、誰しもが共謀罪、あるいは共謀罪通らなくても警察の監視の目にさらされていることは現実、実態としてあるんです。でそこにやっぱり私は今回この国賠訴訟をして、まず警察がルールも何もなく市民を監視していいのか、一体どういう対象者の絞り方をしているのか、そういったことがちょっとでも明らかになればいいかなというふうに思って、勇気を持ってやっぱり裁判を起こしたんです。ぜひやっぱり私は、安倍さんがまあ2020年に憲法変えたいというふうに言ってますけれども、今の憲法、基本的人権の尊重、内心の自由とか市民が持つ自由が保障されている今の憲法、どうしても守りたいと思います。今の憲法があってこそ私は裁判を起こすことができたんです。本当に私自身は憲法を逆にその使って裁判を起こすこと、裁判を戦うことで憲法を守る運動につながるっていうふうに思って、この裁判を戦っていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さんこの大垣事件に興味関心を持っていただき、またご支援もしていただきたいと思います。一緒に共謀罪のある社会否定して、今の心もね、やっぱり自由を手放してまで安倍さんが言う危険っていうか、まあ、安心安全というふうにおっしゃってる社会、これは得ることっていうのは不可能だと思います。絶対に私は私の心の自由を手放したくありません。ぜひ共に頑張りましょう。ありがとうございました。きっとここにいらっしゃる皆さんは、明日の自分、明日の私という思いで聞いたんではないでしょうか。本当に今の権力というか国家権力にこう反対するような人たちは非常にやっぱり政府へのこうターゲットというふうになっているなと皆さん日々感じられているのではないでしょうか。本当に詳細の報告ありがとうございました。続きまして、イスラム教徒の監視事件弁護士さんです。弁護士の、ムスリム放送査弁護団の福田と申します。よろしくお願いします。
私は共謀罪というですね、法律法案について詳しいわけではなくですね、実際に、警視庁から、日本に住んでいるイスラム教徒の方々に対する監視活動を行われたその捜査資料に基づく国家賠償請求訴訟を担当させていただいた立場から、実際の捜査資料をですね、皆さんにご覧いただいて、その中から考えられる共謀罪成立後の情報収集活動というものについて少し皆さんと考えていきたいというふうに思っております。すいません、座って失礼しました。ま危ない危ない。今日お話ししたいことは3点です。まず最初に、実際のですね、流出資料を皆さんにご覧いただいて、今あるいはこの流出資料が差し迫、示しているですね、約8年から10年前に警察がどのような情報収集をしていたのかというの実態を皆さんにご覧いただきたいと思います。その上でその資料に基づいてですね、今なされている共謀罪の議論の中でなされている情報収集あるいは任意捜査に関する政府の説明がいかに嘘かということを、少し論じていきたいと思います。で最後にですね、わずかではありますが、共謀罪ができたといったこの情報収集という名前何が起こるのかということについて考えてみたいと思います。まず情報収集の実態という話をします。すいません、座って失礼します。ムスリム違法捜査事件というのを覚えていらっしゃる方、ちなみにどれぐらいいらっしゃいますか？3分の1ぐらいですかね。ありがとうございます。2010年の10月、私が、弁護士になった年ですけれども、警視庁の公安部、外事第三課、というところからですね、国際テロ情報の捜査情報114点がインターネットのファイル交換ソフトであるミニを通じて流出するという事件がありました。でこの頃はですね、私たちこの事件について公安テロ情報流出事件という言い方をしていました。まさにそのテロの捜査情報が流出したというところに着目していたわけです。ところがこの流出した資料114点をですね、つぶさに見ていくと、そこにはですね、警察庁の国際テロリズム対策課を頂点とする日本の公安警察がイスラム教徒ムスリムに対して包括的かつ継続的な情報収集をしていた実態が克明に記載されていました。少し皆さんと資料を見ていきたいと思います。これは実態把握強化推進上の要点という資料であります。これはちなみに今からお示しする流出資料は裁判の中では警察庁も、警視庁も、自分たちの資料であるかどうかについては明らかにできないという立場を取りましたが、これら資料については東京地方裁判所、東京高等裁判所を通じて全て、警察の資料であるということが事実として認定されている、ということになります。平成19年、の資料ですが、ここにはですね、実態把握というのは何なのかという話はすぐ後で出てきます。実態把握の対象としてイスラム諸国会議機構 OIC の国籍を有する者およびその他の国籍を有するムスリムというふうに特定されています。下にムスリムとは丁寧にイスラム教徒のことを言うというふうに丁寧に書いており、日本に住んでいるイスラム教徒は全て情報を把握するんだというターゲットがここで結果が記載されているわけです。何を、実態把握ということで何をやるのかというと、要するにイスラム教徒の方々のリストを作るということであります。その、すぐ下にある報告要領というものがありまして、報告に必要な事項は何か、国籍、氏名、生年月日、住所、そして、が報告しなさいというふうに、記載がされております。これはあまり関係ないですが、ご丁寧にですね、推進上の留意点というのがありまして、外国人の狙い撃ちと思われないように言動や手法には留意する。そもそも外国人をターゲットにすると上に行ったじゃないかと思うんですが、ちょっとその点について置いておきます。次の資料がですね、国際テロ関連実態把握の集中的な推進についてということで、先ほどご紹介した警視庁の外事第三課長名で出ている資料であります。この実態把握ということで何をするかということがここに克明に記載されているわけですが、モスク等の集中的実態解明ということで、毎週金曜日はイスラム教徒の方々にとって特別な礼拝の日で、皆さんモスク、マスジドに集まって礼拝をされるわけですが、この東京都、これ今ちょっと、クロノリにしてある部分は具体的なモスクの、東京の大きなモスクの名前が3つ並んでいるんですけども、その3施設の金曜礼拝参加者に的を絞り、
集中的実態解明、降格を実施する要員を派遣してたということで、この 3つの、モスクの前で降格を実施すると書かれています。具体的には何をやるか、礼拝参加者の人定確認については確実な書類等で確認を行います。そのモスクに来る一人一人について人定、すなわちこの人が誰であるかということを確認し記録しろというふうに言っているんです。確認して、その後どうするのかと、解明作業について調査を行うのがそのいいんですけれども、その勤務他、所属管内の勤務先に追い込み解明作業に調整を要する場合は、その都度担当官で検討調整を願う。この勤務先に追い込みというのは何を意味しているかというと、結局モスクから出てきた人を尾行してどこに行くのかを、調べろということを言っているわけですね。でその尾行した結果として自分の所轄から離れてしまった場合についての調整についてここで語っているわけですが、これが、ここで言われている実態把握あるいは行動確認という内容であるということになります。でこれがどのように報告されるのか、報告要領、先ほど少し出てきましたけれども、新たに対象国人、先ほどの OIC 出身の方々ということですが、これを把握した場合にはその都度警視1、これは警視庁が持っている内部のネットワークシステムですけれども、警視1に所定の Excel 形式によって報告しなさい。下のカッコ3っていうのも、同じですけれども、礼拝参加者の解明結果、この解明というのは先ほど申し上げたように尾行してどこに行くのか把握しろということであり、この解明終了後警視1に、降格解明結果報告書により報告をせよということが書いてあります。でこれが驚くべきことなんですが、実際にこのような解明をすると警視庁内での、評価が上がる。通常の評価点数から、割増加点をすると。解明作業につき課長賞の上申対象を、1件解明すると課長賞を、3級とするというふうに書いています。次の資料も、サミット本番に向けた首都圏情勢の対策、これ主にですね洞爺湖サミットの前後の資料が流出されている部分に多いんですけれども、これも外事第3の資料です。でこれを見ていただくとですね、どこまで解明が進んだかということが書いてありまして、都内の住むイスラム諸国、イスラム諸国外国登録数の 89%、 12,677名を把握しデータ化していると記載されています。そしてそのすぐ上ですけれども、ポイント制による特別表彰を実施しているということをですね、大変誇らしげに書いています。でここから先が少し任意操作という形で一体何が行われているかというご説明になるんですが、都内に本社を置くレンタカー業者大手4社、から紹介文書なしで利用情報の提供が受けられる関係が構築されているというふうに記載されています。次の資料はこれはですね、国際テロリズム対策課という、警視庁ではなくですね、警察庁、国の警察の、機関ですけど、警察庁の、国際テロリズム対策課がですね、関東の各 都道府県警の担当者を集めて行った会議の記録になります。ここにはですね、2世代、その日本で生まれ育ったイスラム教徒の方々について、ホームグロンテロリスト、その国で生まれ育ったテロリストのことをこう呼ぶんですが、の脅威となりうる、存在ですので早期に把握していただきたいといい、具体的なそのための手法として、子どものためのコーラン教室参加者からの把握、自転車の防犯登録のデータベースによる把握、スクールサポーターを通じた把握、イスラム教を起因とする学校における相談事案等の取り扱いなどを参考にしていただきたい。これ最後の部分ですけれども、スクールサポーターというのは、ね、警察の OB なんかがですね、学校と、警察をつなぐためのコーディネーター的役割を務めており、学校とですね、緊密な関係を取っていると。でこういった方々が学校ですね、例えばそのハラルフードの関係とか、いろいろイスラム教徒の子どもの方々がですね、悩みを持っているときに相談する、この情報をつかめというふうに言っているわけですね。子どもたちが、あるいはその親御さんたちがイスラム教徒であるがゆえに、さまざまな悩みを満ち、それを相談をすると、その情報はいつの間にかこのような形で公安警察に伝わるルートができているということなんです。これは洞爺湖サミット警備における、総括意見聴取書という、このサミット警備の後のですね、反省文であります。でこの真ん中のですね、好事例反省教訓というところを少し見ていきたいと思うんですが、好事例、これ20枚になっているのは好事例、グッドプラクティス、よくできた、というものであります。
で、ここに何も書いてある方、留学生、東京農工大学電気通信大学の管理者から留学生名簿を入手し、イスラム諸国人留学生179名を把握したということ、それから下は研修生、それからその下は中古車業者ということで、オークション会場の管理者から登録者名簿を入手し、イスラム諸国人業者把握の端緒となったと記載されています。すぐ下がそのモスクの出入りということなんですが、そこでちょっと注目したのはその中身でありまして、もう先ほど申し上げた通り、モスクから出たですね、イスラム教徒の方々はその後尾行されます。で、尾行された後何が起こるか、外国人グループを先住犯が降格し、シティホテルに追い込んだ後、所轄署のホテル対策により、当該外国人宿泊者の旅券の写しを入手することで、早期の人定割り付けが可能になったと記載されています。で、レンタカー4社もすでにできたので説明をする必要はないんですが、もう一つはインターネットカフェでありまして、インターネットカフェの会員名簿を入手する等し、遠隔地において、居住稼働するイスラム諸国人の利用を、不審情報として追跡、追及調査したというふうに記載されています。で、これはですね、銀行ですが、ごめんなさい、銀行名が具体的に書いてあるんですけれども、イラン大使館のですね、方々の、口座をの情報がですね、すべて保安警察が把握していたという情報でありまして、なぜ把握できるのかわからないわけです。おそらく任意で、警察に言われたからということで提供しているんだと思うんですが、調査先はこの虎ノ門市のお客様サービス課の、ここは名前を伏せましたが、この方々のですね、口座の情報がすべて保安に、伝わっていると。で、これは別に東京三菱銀行をターゲットにするつもりはなくてですね、これがですね、その結果を表にしたものでありまして、イラン大使館に勤めている上は大使から下はローカルスタッフ、運転手に至るまでですね、すべての方の給与振込口座についてそれを把握し、別に東京三菱だけではなくですね、見ていただければみずほでも、三井住友でもですね、あるんですけれども、毎月いくらが振り込まれたのかということを全て、これ黒塗りしてるのは私が黒塗りしたもので、元の資料には全て数字が入っているということになります。このようにして集めた情報がどうなるのか、最終的にですね、このように集められた情報は、私たち履歴書ファイルというふうに呼んでいるんですけれども、このような形で各国交の個人ごとにですね、データベース化され一覧可能な形で保管されていたということが分かります。で、上からちょっと見にくいかもしれませんけれども、氏名、住所、勤務先、使用車両、容疑というコーナーがあることをちょっと後で触れます。それから、対応状況、方針、これは警察が今後どうしていくかという方針ですね。で、家族、子どもの全て、名前、勤務先、学校が書いてある場合もあります。で、それから入国、在留資格の情報ということで、したがってこれ入管から全て情報が得られているということが分かります。さらにですね、その学歴、住所歴、等々で、重要なのはその下にモスクへの出入り状況ということで、これまでの話から言うまでもないことかもしれませんが、人のですね、その宗教活動という最も、秘匿したいプライバシー情報がこのように、正確に履歴書としてデータベース化されているということになります。一応本の宣伝ですけども、これら全部この国家と情報というですね、昔我々弁護団で出した本に掲載されておりますので、ご関心ある方はお読みください。以上ですね、情報収集の実態について簡単にまとめれば、イスラム教徒の全員を対象にし、モスク前の張り込み、人物確認、そして、尾行を行っていた、そして民間事業者から任意での情報収集という形で、利用、レンタカー会社、ホテル、大学、銀行、インターネットカフェといったところから名簿を入手し、あるいは口座情報の提供を受けていたということが分かり、そしてそれらの情報は全て KC1 を通じて、集約され、データベース化されていた。これが、ここの流出資料から分かる警察によるイスラム教徒の方々に対する捜査の実態、情報収集の実態ということであります。今日のお話から少し外れますが、このような大量監視はテロ対策との関係では有益ではない、むしろ有害であるということが現在国際的な共通理解になりつつあります。私たちがこの捜査について提起した国家賠償請求訴訟において、警察庁あるいは警視庁はこのような監視によってテロが防止された事例というのを一つも挙げておりません。
また、アメリカでもですね、実はこの、先祖はアメリカでありまして、アメリカも例えばニューヨーク市警が同じようなイスラムコミュニティに対する監視活動を行っており、訴訟が複数提起されておりますが、この中でもテロリスト的圧のためにこうした監視に効果があったという証拠を政府というのは、これはニューヨーク市ですけれども、ニューヨーク市からは一つも提出されていないという状況にあります。エドワード・スノーデンさんがもっとより大きなですね、その、国家を、情報局による包括的な、全ての情報を集めるコレクト・イット・オールという方針に基づく情報収集がなされていたという実態を明らかにしたわけですが、これが争われた訴訟においても、実際にこのような包括的な情報収集によってテロ攻撃を阻止できたという実例を司法省は一つも挙げられなかったというふうに、これは判決文に記載されています。でこのようなですね、特定の一定の属性に基づいて包括的な情報収集を行うことを国際的にはプロファイル調査というふうに言いますが、これがテロリストを特定する方法としては不適切、不効率であり、しかもテロリズムとの戦いにおいて深刻な負の影響を及ぼすということが、国連の特別報告者の報告書に記載されております。その理由はいくつかあります。一つはですね、情報が大量すぎて警察のリソースをあまり食いすぎる。真面目な話、これスノーデンさんもいつも言っているわけですけども、それからですね、そのイスラムコミュニティを例えば対象にすることにより、イスラムコミュニティに対して敵対的なメッセージを送り、本来協力を得るべき相手から協力が得られなくなるとかですね、いろいろな理由があるんですが、少なくともこういう調査はテロ対策との関係では今は、効率的でない、むしろ有害であるというのが国際的な認識になる。ブッシュ政権がやったんだから、もともとテロじゃないからなんですよ。で、少し共謀罪疑惑の関係についてお話をしておきたいと思います。1点目、少し政府関係者の発言ですけども、監視の対象は犯罪者周辺である。これはですね、平沢達也さんという衆議院議員の方、元警察官僚ですけども、このようにテレビの報道で、インタビューで発言されています。犯罪に関係がない一般の方には全く関係のない話です。犯罪者の周辺にいる人物には迷惑がかかるでしょうね。でもこれは安全という面で将来的には理解してもらわなくちゃいけません。これは嘘だというのは全てすでに今までの発表からも明らかですし、しかし今私がお話しした内容からも、容易に、想像ができていると思います。ムスリムというだけで、捜査対象になっている。先ほど履歴書上のファイルの中に容疑というコーナーがありましたが、この容疑というところに書いてある内容というのは、テロ容疑者が立ち寄った食堂でコックとして稼働していた。旅行業者としてテロ容疑者に対して航空券を発券した、やはり集合者を販売し、こういう内容はあそこには容疑として記載されているわけです。先ほどのですね、平沢さんの発言というのは、嘘であるか、あるいは私たち皆が、犯罪者周辺であるというふうに理解するしかないというふうに。県警がなければ監視されないのか、これはすでにもう前の発表の方にもお話しいただきました。これ林刑事局長の発言ですけども、テロ計画が行われ、それが実行される蓋然性があって、犯罪の嫌疑があり、その捜査の必要性が認められる場合に、任意捜査を行うことが許される。このように国会で答弁しています。大嘘であります。言うまでもありません。嫌疑とは全く無関係に包括的、網羅的な情報収集を行われている。で、重要なのは、実際に犯罪の嫌疑、あるいは犯罪を捜査するという活動の前に、包括的な情報収集が行政警察活動として行われているということであります。犯罪の具体的な事件とは離れたその前に、犯罪の予防という目的のために警察には情報収集を行うという、そのような法律の立て付けになっており、こちらが実は重要である。嫌疑がうんぬんかんぬんという司法警察活動の範囲の話でお茶を濁している林刑事局長は、情報収集の半分もおそらく語っていないということになると。これは金田法務大臣の発言ですが、今回の法整備は刑事の実態法の法整備でありまして、手続き法の改正ではないから捜査のあり方に変更はない。そんなわけはない。先ほどからお話ししている、ムスリムの方々への情報収集、これは国際テロが9.11 があり、その後アメリカからの要請を受けて、言うまでもなく何らの法改正が行われることなく、新たに監視がなされてきたわけです。ではい、共謀罪が成立した後ですね、共謀罪を摘発することを目的として、新たに情報収集活動が、いうものでも法律の規定に関係なく行われる、これは必要だろうと思います。最後です。裁判所の機能は機能する、裁判所の審査が機能するのか。我が国においては裁判所による審査が、また金のことないんですけど、機能しておりまして、恣意的な運用ができない仕組みになっております。
ちょっと待ってくれ。私がちょっと強調したいのはですね、その任意捜査というのはまず裁判所による事前チェックを行うことができません。これ任意ですので、令状を取らなければならないというルールがない。したがって事前チェックはありえない。では事後チェックは可能なのか。裁判所の前に任意での情報収集の実態が提示されるのは2つの場合に限られると思います。1つは結果として得られた資料が刑事訴訟で証拠として提出されてしまった場合、これは GPS 捜査はこういうケース。もう1つは何らかのリークにより情報収集の結果が明るみに出て国家賠償請求訴訟が提起される場合、これが私たちのムスリム違法捜査事件の場合で、このような場合でなければ任意捜査を裁判所が審査するということはそもそもありえないわけです。そして捜査機関は任意捜査、任意での情報収集の実態をできるだけ隠そうとするわけです。したがってリークが行われる、そういうことがなければ通常私たちは任意での情報収集のあり方について知ることそのものができない。裁判所の審査がとんでもないということであります。これは朝日新聞の GPS 捜査がいかに取得されていたかという報道ですけれども、警察庁が各都道府県警に出したマニュアルの中で GPS 捜査の存在を捜査書類に書かないように指示していたと。この保秘の徹底3項目というのが、GPS 捜査の運用要領、この移動追跡装置 GPS のことですけれども、捜査書類には書くな、取り調べで喋るな、事件候補マスコミにも喋るなということを警察庁が各都道府県警に指示しているわけです。どうやったら我々は任意捜査について知ることが出るのか、ましてや裁判所の審査があるのか。私たちが提起した先ほどのムスリム違法捜査に対する国家賠償請求訴訟は昨年の5月に、上告、が棄却、見下り判で憲法問題ではないということで棄却されて、少なくとも情報収集に関する、部分については敗訴しておられております。でこれは一審判決の判事になりますが、裁判所はこのように言っております。国際テロ防止のためのに、モスクに出入りする各人について、広範に詳細に情報収集して分析することが求められる。なぜか分かりませんが求められる。そしてそれらの、ここで集められている情報が第三者に認識されることが全く予定されていないものというわけではないことに照らせば、このような活動は必要やむを得ない活動であって憲法13条に違反するものになる。私たちの正直弁護団としてはですね、非常に恥ずかしい思いでお話をするわけですが、しかしこれが今の裁判所の、公安警察の情報収集に対する審査のレベルであるというのは現状であります。ちょっと時間もなくなりましたね。最後今後何が起こるかということを1点だけお話ししたいと思います。なぜこのようなイスラム教徒の方々に対する、情報収集を行えるに至ったのかということを、日本の公安警察という本を書かれている青木治さんがこのようなことを先ほどの本で書いています。オウム事件の捜査で公安警察は大きく出遅れ、その、きっかけとなった警視庁の長官銃撃事件において無残の敗北を喫し、公安警察は当時自利品だった。その自利品傾向にわずかでも歯止めをかけられるかもしれない世界的事件が2001年に起きた 9.11 事件だった。でその1年半後に先ほどから話題になっている外事第三課という新しい組織が警視庁の中に、公安部の中の新しい課としては40年ぶりに設立されたわけです。私のお話最後まとめておきます。まず一つに、すでにですね、任意という名によって包括的な情報収集が法律に基づかずに実施されている。そしてこの任意の情報収集を私たちが監視したりコントロールするそのような手段は今極めて不十分であるということであります。共謀罪が出るという新たなですね、犯罪類型が成立するということは、情報収集のために人員予算あるいは情報収集の手法に拡大を求める警察にとってはですね、格好の正当化事由となるだろうと考えています。以上です。ありがとうございます。消防隊がまだできてもないのに本当に先取りっていうことは沖縄だけではないなっていうことがよく分かりました。どうも福田さんありがとうございました。今沖縄の風参議院議員の糸勝さんが来てくださいました。糸勝恵子さん、ご挨拶お願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました参議院議員、沖縄の風糸勝恵子です。伊波洋一さんと一緒に会派を組んでおりまして、私も法務委員会として本来ならばもう衆議院で廃案に追い込む、そのような思いで、決して参議院に来てはいけないと思っておりますが、毎日来た場合にはどのような対応をしていくかということで今お話を聞かせていただきました。まさにそうですね、本当に
沖縄の思いをどれほど国政の場で訴えても安倍政権の中では全く聞き入れられてないというその現実にもう毎日直面している状況です。多くの仲間たちが国会の中で本当に手を変わしなうかへあらゆる場面で今の政権を追及するために踏ん張っておりますけれども、しかし先ほどもお話がありましたように山城宏司さんの活動に対する不当逮捕というのは本当に許せない現実で、まさに共謀罪の先取りというのがこの沖縄で行われております。山城さんは今国会や あらゆる場面で、ご自身の体験そして沖縄の私たちの思いを、弁護士がバッグについてないと行動できないということで本当に活動は制限されておりますが、この不当性についてしっかりと訴えています。私ども沖縄の県民といたしましては、知事が一緒になって戦っておりますけれども、しかしその知事の足元をすくうような状況で、どん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 これまで本当に普通の状態では考えられない、これまでの政権の中ではとてもこんなことはできなかったということがどん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 事例化されて行われています。とりわけ手法の面で、先ほどおっしゃってくださいましたけれども本当にしっかりしてくれと申し上げたいところです。三権分立がこの日本の国の中では今機能してないというのが沖縄の現実ではないでしょうか。そういう意味で本当に皆さんと一緒になって本来ならば民主国家であればきちんとこの3つが守られていく、司法立法行政が守られない、しかも憲法で保障されている主権在民そして平和主義まして基本的人権を尊重するその全てが、沖縄だけではありませんけれども戦いの現場で、本当になし崩しにされています。そのためにも頑張っていきます。金田法務大臣今日も本当に聞くに耐えないような答弁をされて、いらっしゃいますけれどもとにかく皆さんと一緒にこの共謀罪、法案を4度目の廃案に追い込むために頑張ってまいりたいと思います。最後まで戦いましょう。よろしくお願いします。女性と人権ネットワーク共同代表の佐藤香織さんがお見えになられましたので発言をお願いいたします。女性と人権全国ネットワーク共同代表の佐藤香織でございます。今皆さんの発言をお聞きしました。本当に心が、震える、怒りで震える、そういった思いがあります。私は女性や子どもたちの DV や性暴力、性虐待そして職場でのセクシュアルハラスメントなどあらゆる性暴力被害者の支援活動に関わっております。毎日毎日今日この電話で誰かの声を聞きたい、この電話を最後の電話にしよう、そういった思いでホットラインにつながる、そういった若い女性たちの声をこれまで聞いてまいりました。警察に被害届を届けても受理してもらえない、やっと告訴ができたと思ったら今度は次男を突きつけられて取り下げなければならない、そして過去の性虐待以外で今生きづらさを感じている、そういったたくさんの声を聞いてきました。そういった中でやっと今年の3月刑法性犯罪の改正がいよいよ実現する、閣議決定をした、いよいよ審議入りする、その寸前まで来ていました。ところが刑法性犯罪の後に閣議決定をしたこの共謀罪が先に刑法性犯罪の改正を後回しにして、この共謀罪が優先されて審議入りすることになりました。本来であれば刑法性犯罪が先に審議入りをして、そしてその後に共謀罪という、これはこれまでの慣例として行われてきたことですけれども、異例にあえて共謀罪を審議入りさせました。今国会でこの刑法性犯罪の改正が審議入りするかどうか、かなり厳しい状況にあります。だから私たちはとにかく今生きることに辛い思いをして
やっとの思いで命をつなげている一人一人の声に応えるためにも、この刑法性犯罪を審議入れしてほしいと強く強く訴えてきました。ところがそういった声が今度は政治手法として悪用されています。そんなに早く刑法性犯罪を審議入りさせたければ共謀罪を通せばいい。被害に遭ったそういった人たちの心情を利用するこういった暴力的な政治手法を絶対に許すことはできません。今私は毎日今の生きづらさ、その声に向き合ってきました。平成27年の犯罪白書では年間約8000件の強姦強制わいせつの被害があります。国の調査ではその中でも、国の調査では警察に相談をした件数というのはわずか 4.3% です。多くの被害者、約7割の人たちは誰にもどこにも相談をしていないと回答をしています。そういった数値からすると年間約18万件はおそらく強姦や強制わいせつの件数となるだろうと言われていますが、実際にその国の調査というのは成人女性を対象にしているんです。けれども被害に遭った時期についての調査については幼児からそして、29歳まで、幼児からその20代の人たちが 86% を占めているんです。ということはもっともっと案数があってもっともっと被害はあるということです。今では3分に1人日本のどこかで強姦や強制わいせつの被害に遭っているとさえ言われています。本来命を守るのが政治の役割です。人を殺すようなそういった政策ではなく命と人権を守るための政策を最優先にしなければなりません。私は一人一人の声を聞いてきた、その立場で同じ痛みを感じながら何としてもこの共謀罪を阻止し何としても止めてこの刑法性犯罪の改正審議入りをさせたいと全国のみんなと一緒に頑張っています。共謀罪何としても阻止しなければなりません。私たちは命そして子どもたちの将来を守らなければなりません。皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。刑法の性犯罪を先に通せば共謀罪を早くやれというもう本当にそんな言葉が出るなんて信じられないです。私たちのもう人権が軽んじこう侵害される、本当人権というのはこれだけ私たちのこう侵害されるような政府はいなかったではないでしょうか。本当に頭にきてしまいます。どうもありがとうございました。これから今日から始まった連続行動です。今後の行動提起ということで、戦争させない100人会山本さん、よろしく。千人会、ごめんなさい、100人会と言ってしまいました。千人会の山本さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。総外行動実行委員会としてご発言していきたいと思います。ですね、今日、集会があり、院内集会を今行っていますけれども、この法務委員会でですね、審議がかなりそういう意味では、重要な時期に入ってきました。実は今日夕方にですね、鈴木法務委員長の、解任決議の採択が行われる夕方になった影響もあって、実は明日の、法務委員会審議はないということになっています。で、12日の金曜日から法務委員会が再開になるのではないかと思われますが、12あるいは、その翌週、5月16日、17日、19日あたりが この法務委員会の定例になっているわけですけれども、ここでですね、
まあ、とりあえず5月2日に、法務委員会が止まった影響で7時間の審議時間が全然消費されていませんので、その審議とあと一応参考人の招致を予定、そういう話もあったりとかですねするんですが、このあたりでもしかすると、この強行採決というかですね、動議を出して採決を目論んでいるんではないかということも考えられます。いずれにしても、今週から来週にかけてが私たちの戦いの第一の山場だと思いますので、総掛かり行動実行委員会としても、連日の行動取り組みを呼びかけています。明日はですねお昼の集会、もともと予定されています。お昼の集会ぜひ、またご参加をいただければと思います。で木曜日は、毎週木曜日、総掛かり行動実行委員会は定例で国会前の集会をやっていますけれども、これを、ぜひ、夜の集会として頑張っていくと。で12日からこのお昼、国会、議員会館前の集会、そして座り込み、そして、夜の議員会館前の集会、この、午後のずっと、座り込んだりとか行動、一連の行動を、月火水木金までやり抜いていくということになります。で、5月16日については日比谷野音での集会、そして銀座へのデモということになっています。で、19日の夜については国会正門前での集会を今、調整をしています。で、土曜日日曜日13日と14日何もしなくていいのかというとそうではなくてですね、皆さん、ぜひ、お住まいの地域でですねこの絶対反対の取り組み宣伝をですねキャンペーンとして全国で、取り組んでいただきたいことを呼びかけています。これに合わせてですねこの共謀罪、創設に反対する緊急統一署名、この間皆さんに取り組んでいただいてきましたけれども、これもぜひ宣伝をしていただければと思うんですが、第一次提出を5月12日のお昼の集会でまず、各党の代表の皆さんに受け取ってもらってですね、そして、国会の方にこの署名を第一次提出したいと思っています。でこれこのあと、5月末まで一応、この署名期間、ありますけれども、下手するとですねそういう意味ではどんどん、強行採決して、いっちゃう可能性があるので、できる限り早め早めにですね、署名用紙に記載されている送り先の方にですね送っていただいていただいた方が間違いがないと思います。あるいはインターネット署名もですね、瞬く間に2万5000人が署名していただきましたけれども、こういったものもですねぜひ皆さんも多分 Twitter だとか Facebook だとか、お持ちですよね。持ってない人はアカウント作っていただいて宣伝をしていただきたいと思うんですけれども、ぜひですねこの国会周辺、国会の中、国会周辺、そしてインターネットとかいろんな SNS もそうなんですけど、いろんな形でこの共謀罪の問題性、おかしいってことを明らかに していかないといけないんだと思います。ようやくこの、国会の論戦の中でですね、金田さんの、まあ、不安定答弁もそうなんですけど、この悪辣なこの共謀罪の狙いどころ、結局のところ、みんなを監視下に置くし、そしてそこから逃げるためには密告しなきゃいけないような世の中を作るということなんですよ。だからこれを絶対阻止するためには、より一層私たちが多くの人たちにこのおかしさ、恐ろしさを広げていかないといけないと思います。そういった意味で、総合行動実行委員会は、まず、まあ、国会周辺での取り組みを呼びかけてはいますけれども、さらに皆さんの職場や皆さんのお住まい、そしてお友達にぜひ、この恐ろしさをですね紹介していただいて、大きな大きな反対の世論を、まあ、全国で轟かせる、そしてこの国会をですね揺るがすような戦いを、皆さんと作っていきたいと思います。そのために、総掛かり行動実行委員会は頑張ってきます。共に頑張っていきましょう。民進党衆議院議員の近藤昭一さん、ありがとうございます。ご紹介だけです。よろしくお願いいたします。あとの参議院議員伊波洋一さんの秘書の方もお見えになってくださっています。ありがとうございました。はい、これで今日この時間どうもありがとうございました。大日から続いて院内集会まで
で今日本当に詳細な皆さんのお話を聞いて、共謀罪ができた後の社会というものが実感できたんではないでしょうか。これから私たちは4度目の敗因を目指して、共謀罪を、への戦いを作っていきたいというふうに思います。皆さん今日ぜひ聞いたお話をぜひ地域に持ち帰って、地域でのポスティングとか街頭でぜひこの共謀罪はいらないんだと、私たちの人権を縛るものであって内心の自由を犯してしまう、本当は密告監視社会を作らせてしまうということを、もっともっと多くの人に、理解をしていただくようにぜひお声掛けよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。